おい、どうも、ひらぽいです。今日はですね、まあ、いつも通りね、セブ太郎と散歩しようかなと思ってるんですけど、今日はなんと、初めてのコラボでございます。いや、ついにね、セブ太郎とコラボしたい人が現れてくれて、めちゃめちゃ嬉しいです。ということでね、それは一体誰なのか、今、読みたいと思います。この人です。ウォルガンです。ウォルガン、ウォルガン、はい、みたいな感じでやっていきます。ということでね、あのちょっと軽くテンションの違いはあれどやっていこうかなと思います。はい、ウォルガンは犬好き？めちゃめちゃ好きです。そう、飼ってた？あの、おじいちゃんがゴールデンレトリバーだった。知ってる？いや、すみません、膨らんだる。では、あのセブ太郎さんだけど、ちゃんとできる？できる。こいつ、めちゃめちゃ暴れん坊やったね。ということで、ね、まあ、この辺近辺をね、モルガンとコラボすることで、3人で一緒に歩いていこうと思います。はい、では、一緒にやっていく、イブンアウ。はい、ということで、今からセブ太郎、早速、リードつけていきます。お願いします。うわ、無事に着いたね。もう、まあまあ、おじいちゃん、家でつけてたから。そんなドヤ顔すんなよ。あ、じゃあ行こうか。はい、行きます。自分だけだ、最近覚えたよね。お、地元のちびっ子もいるね。どうもが初めての散歩は、大型犬。どうなんやろね、中と王の間よな。引っ張る力は大型並みの力。こいつ、ああ、まあでもめちゃめちゃ可愛いね。ここも3日ぐらいで、うん、こっちのゲストハウスで生活してるんですけど、僕の部屋が涼しいんか知らんけど、めちゃめちゃ寝てるんですよ。寝てる時もあるし、うん、俺よりニートな感じの犬多い。うちの YouTuber やと、え、将来的に月100万ぐらい稼ぐ YouTuber、うん、なるよ。モルガンより稼ぐようになるよ。エグいね。あ、ニワトリおるな、おるな。あれって背豚の大丈夫か。実はですね、このセブ太郎というものがですね、ニワトリと遊ぼうとしてニワトリをかじってしまって、ケツの毛が全部取れてケツが全部真っピンクになったっていう事件があって、門番の人にめちゃめちゃ怒られました。え、絶対ワンちゃんセブ太郎合わせようや。うわ、散歩させられてるじゃん。俺が散歩させられてる。セブ太郎はこの近畿が有名なの。そんなことない。え？セブ太郎ファンがすごい。セブ太郎、どう、セブ太郎ファンのみんなは。でも誰も触りに来へん。絶対ビビってる。嫌いない。お、セブ太郎な、毎回友達になろうとするけどみんな怖がってどっか行っちゃうからな。めっちゃ怒られてるよ。じゃあモルガンちゃんと話してや。
あ、素敵じゃん、ゲラとかにだけんなぁ正解セブ太郎何喋ってんの。セブ太郎ビレッジで愛されてんな。そうけど仲良くなれへんあっほら違うって何これ。いつもいつも帰ってきたね。全部よろしく。はい、でね、もしよかったら僕のチャンネルも登録してください。チャンネル登録よろしく。